さあ中島勝彦が入りました。この中島とモリス、おっと稲葉が入ります。この2人も横浜で皆さん一騎打ちが控えてますね。そうですね、稲葉選手としてみたらレッスルワン時代にトラウマを植え付けられたあのタイトルマッチの敗北を晴らすようやく訪れた機会ですからね。まあ、N1 中しっかり稲葉選手勝ちというね主張をしてきましたからね、はい、それが実ったのがこの中島戦。まあ、本当にね稲葉選手としてみたらプロレス人生でも大一番になるでしょうね。まあ、このノアマットに上がってきたのはやはりこの中島を倒すこと、それもこのノアに上がった一つの理由と言えるかもしれません。それほどの屈辱を彼は前のリングで味わいました。この中島克彦という男を突破しない限り稲葉選手の、ね、飛躍っていうのはないですからね。やっぱり過去に決まりをつけてこのノアのねタイトル戦線に打って出たいところですよね。あ、しかしここは中島がいなしたような形になります。すぐに下がっていきます。さあ稲葉、今年の N1 にはエントリーされませんでした。ただ腐らずに熱い気持ちを持ってやってきました。N1 に出場せずともね稲葉選手は中島戦、そしてね曽谷選手は世界タッグ挑戦とチャンスが巡ってきてますからね。そうですね、まあ、ここでね自分をどうアピールできるか、結果を残せるかっていうのはこの2人の今後にもね非常に大きく左右することになるでしょうね。さあこのヘビー級の中堅というポジションから脱却したい稲葉であります。さあここは曽谷が、おっと中島にエルボーを一発食らわせました。稲葉大輝いいですね、これでいいですね、中島選手を熱くさせなきゃ意味がないですからね。中島はこの表情です。冷徹な表情を崩しません。さあ稲葉がダッシュして、おっとそれをキャッチしてベアハッグ曽谷学。曽谷も大事な試合が控えていますのでここは立ち止まれません。おっとブレンバスター、ド迫力。さあ金剛がここで動き出します。おっとそれが一気に決めにかかる。やっぱりチームワーク今後いいですね。そうですね、一気に中島選手、剣王選手相手分断しましたね。中島と曽谷が稲葉を痛めつけています。 GAC ナショナル王座の方はここまで V4 です。望月、鈴木、ゴッチ、田中に勝って4度の防衛に成功しています。まあ、このナショナルベルトも皆さん、この船木がずっと今年ベルトキープしてますよね。そうですね、1月からキープしていますし、もう本当にねこの赤いコスチュームと相まってもコスチュームの一部になってますよね。そうですね、次は GAC ナショナル選手権、北宮の挑戦を受けます船木。さあこのキック、ちょっとギア入ってますね勝彦のキック。斉藤選手軽く打っているように見えるんですがね。いやーでもスピードがあるんでかなり効いてると思いますよ。ですね、しかし稲葉もこのノアマットに上がって分厚い肉体、頑丈な肉体を作り上げました。さあ10分の経過、対決を持っていきます。まあ、これは中島のペースです。得意のシャッタータイムです。中島克彦は今年の N1 3連覇を目指しましたが公式戦最終日に敗退が決定、3連覇とはなりませんでした。5勝2敗で D ブロック1位タイだったんですが清宮との直接対決の結果で敗退が決まりました。いやモリス選手シャッタータイム邪魔しましたね。そうですね、大胆ですね。これは中島選手こうカチンとくるところですよね、はい、見せ場ですからね。そうですね。さあ中島がおっとこの STO 大外刈りを見せました。稲葉選手、あの、はい、中島選手の打撃食らってもねしっかり戦うファイティングスピードは失われないんですね。さあ向こう側では中島と稲葉、今度横浜19日横浜で中島シングル、ここは絶対負けられない。俺の心の中に突っかえてるあの時の俺を超えるために今度の19日ラジャンと、今の俺にはベルトより大事なシングルかもしれない。絶対あそこで過去の自分に勝ってここからまたノアで頑張っていくんだよ。